国鉄脇球線経過車とは、1966年に製作された日本国有鉄道の霊園コイル後半専用30トン石油会社である。1987年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に継承された。欧州では、鉄鋼コイル輸送用貨車として、クレーン2に対応した屋根開閉式の車が実用化していたが、日本でもこれを受け、 試作された車両である。1966年に2両が、汽車製造東京支店にて製作された。車体は軽量化のため、側扉と屋根はアルミ製で、側面全部を扉として開閉可能とした、総開き構造である。図書区は、登場時は、屋根がアルミ無塗装であるたは、スカイブルーであったが、1978年に、扉2号に変更されている。屋根は、 クレーンによって上から積み込みができるように二分割の開閉式を採用した。雨水の侵入を防ぐため、屋根と屋根の合わせ目、屋根と車体の接触面にはゴムが貼り付けられている。つま面には屋根開閉用のハンドルを備える。室内にはコイル9個分の受け台がある。このため、コイル以外の積み荷を輸送することは考慮されていない。 最高速度は時速 85km、ブレーキ装置は ASD 型赤空ブレーキ、台車は TR63 バイトである。本形式は製作コストが割高であるため、量産化には至らず、その後の霊園コイル後半輸送用貨車の増備は、時15000型を改造した時21500系の増備で対応した。登場時は、万端線しか駅に常備され、 名古屋鉄道三河線、土橋駅まで運用された。その後は、内房線機密駅常備を経て、東海道本線笠寺駅に常備され、時に1500型とともに、名古屋臨海鉄道南港駅新越本線東三条駅間で、霊園コイル後半輸送に使われた。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、 二両全車が JR 貨物に継承されたが、1995年4月に除籍され、形式消滅した。ありがとうございます。